実験心理学特殊講義です。この授業以前は睡眠の生理心理学2という名前で、開講されていました。その名前からも分かるように、この授業では睡眠の実験心理学的内容を中心に取り扱っていきます。眠気と認知機能との関連に着目をして、眠くなると人がどうなるのかについて各種の論文の結果を紹介します。そして学生さんはそれらの知見をもとに理想的な睡眠とは何かについて考えていきます。この授業を通じて我々の日常生活で生じる様々な問題の背景に睡眠の乱れが影響していることを理解できるはずですし、睡眠問題の解決のヒントも得られるだろうと思います。ただし寝坊しないでこの授業にちゃんと出席しないとそのヒントも得られないですけどね。